さあインターハイ7月30日から香川県で開催されておりました。でその準決勝の模様を中村さんを囲んで観戦できるというなんとも贅沢な会が開かれたということで、その時の写真があります。こちらです。はい、片上市のとある場所で開催されたという。これね、横手からも来てるし、うん、湯沢からも来てるし、はい、なかなかこの顔見たことあるんだ、あの時お会いしましたって言うけど、俺はほとんど忘れるんだ、うん、そだって全国いっぱいいるわけでしょ、うん、子供もな、うん、もうでも熱心な先生が、うん、あのこういう人たちがこういう試合を見て、はいね、それバスケット勉強したいって言うから脈あるなと思ってな、うん、これは嬉しかったよな、はい、いやこれね企画した人すごいと思うよ、うん、素晴らしいと思うよ、ね、してあの人、ね、あの人横のホナ、はいはい、ホナ先生です。大体、はい、こういう企画は全部この人ですね、うん、泉中学校の、うんはい、男子バスケットボール部監督、うん、ホナ先生、はい、が、まあ、2試合分をこう解説しながら、うん、そう一緒にね皆さんで見られたと。そう、それはもうなしょっちゅう言ってるから、うん、な俺がどこを見てどうとか言うの、うん、けどね準決勝はどっちもね第一も返しも楽勝だったから、うん、ホイッチなもんだったから勝負ならずだけど、うん、あのこの写真でちょっと気になるのがこの左側にいる男性ですね。なんかあの特殊な T シャツを着てらっしゃるなという感じなんですけど、福山東中の福山先生。それでねこの人ね、うん、お前さん、はい、学校の先生に職にはもったいない、もっと全部自分で作るんだよ、オリジナル。我が家にもそれいっぱいある。そういうのはすごい。これねほら学校のなインターハイ出た、うん、俺の関わってる学校、このラクズファミリーって書いてますね。これは右側がこれ第一か、うん、井出口監督、はい、右腕に、そう右、そこっちは止まり。だからこの決勝だと思ってるわけよ、最初からの真面目からそういうの来てよ、この2つの決勝だって。へーすごい、この人もすごいな、うん、当たりました。進む前からこのオリジナル T シャツをこうやって作ってたってことですね、はい、見事的中ということで、まあ、中村さんもずっとこの2校が行くんじゃないかというお話もされていましたもんね、うん、はい、順当ですね、ですね。そして、気になる決勝戦の試合結果がこちらです。はい、右腕の福岡第一が77点、左腕の開志国際76点ということで、優勝は福岡第一でした。これやっぱり右腕に来たからよかったな。あ、なるほど、本当は右から来るもんな、福山のせいだ、はい、これでもな、井出口が秋田来た時、うん、ある理由でな、うん、来たもんな、うん、来た時に僕にちょっとこれ、うん、そう ON コートで、の富樫はまだ来てないのよ能代カップ行ってな、うん、あの重川が行くかって言ったら、うん、遠いでしょうって言って、だから富樫はほらだから負けた。富樫選手のお父さんです。そうです、はい、お父さんが開志国際監督、ね、こういうの見るとよ、うん、俺も年取ったと思う、かわいいでしょ、富樫の格好見る、あの先生ほらなんかな、孫みたいなもんだもんなかわいらしいよな、うん、けど恐ろしいんだ、はい、これでもどっちもね、うん、重鎮なの、学校で、うん、多分ね、教頭か副校長か、うん、要するに教頭かな、どっちも学校の仕事もすごい、どっちもコロナでね、うん、練習どころじゃなかった今年は、うん、対応で、うん、一般のね、うん、だからそれくらいやっぱりねすごかった。なんかそれが決勝やってるからすごいな、うん、そうですね、これね、で一般で俺笑った、一般的にね富樫はこうきつい顔なんですよ、うん、それで開始は赤なんですよ、はい、赤いキツネと、ね、井出口は、ね、ふっくらしてタヌキ顔チームから緑な、それでな赤いキツネと緑のタヌキ、すごい、俺じゃないぞそういうのをね
ツイッターで上げたでいろいろな SNS でなんか盛り上がってたみたいですね。いや笑ったな。その通りだもん。赤いキツネと緑のタヌキ。本当そうですね。なんとなくさ、タヌキの方がバカしそうだもんな。バカしてかった。でも俺から見たら嬉しかったな。相当嬉しかったな。この2つが全国の頂点を戦ってるわけでしょ。それは嬉しいな。ここへ宣伝用のかかきつねと緑のタヌキね。いや最高だ、はい。でまあ、その決勝戦が、まあ、終了間際のスリーポイントで福岡第一が決めて、そう、はい、それで、ね、終わって本当にね、うん、終わってすぐ富樫から電話早かった、うん、おお、富樫監督の方が負けました。先生ちょっと経ってから井手口から、うん、考えてみる。井手口の最初の第一声は、うん、大犬こうって言ったから勝つと思ってましたって。それで富樫はね、富樫負けたから暇だわけよ、うん、勝ったところはメディアに捕まるから遅くなるわけよな、うん、それでけどウインターカップはまだ別問題になる、うん、だって福岡は大堀も出てくるわけよ、うん、それで新潟は長岡帝京が出てくる。どっちもね、半差でわずかの差で勝ってきてるんだから、はい、この2つも出てくるわけ。これはもうね、ウインターカップは面白いかな。ほんとでもこういうのに今度な出るようになってくるんだよな、うん、はい、はい、後々はそうだよな、はい、なるよな。だから早くなってくれれば、そのインターハイとかウインターカップに、はい、その吉本たちのチームが参加できるようになると、うん、もっと面白くなってくるかな。へ なるね。そういう企画が立ってんだもんな。そうですね、はい、中学校もそうでしょ。中学校もそうですね。来年、ね、はい、中学校もそうだよな。中学校、はい、中学校は来年から今の今そう、そういうチームとかが入ってくる、うん、部活動に混ざって、はい、でもこのインターハイはね、高校やっぱいいゲーム、やはりどっちも留学生持ってるんだけれども、福岡大地はとりあえずカードがいいの、もうつっていだからいいカードはやっぱり福岡大地行きたいわけよ、うん、俺もなれるんじゃないかと思ってね。それで海地の方はやっぱり能力がある、うん、ちょっとかわいそうだったな。アンソニーってな、いつもここで取り上げた最高の選手がね、はい、ジャンパーズにいて1ヶ月練習やる、うん、ぶつけ本番みたいに来た、うん、あのやりにで武藤って子もアンダーなんとか世界選手権に行っててアキレス痛くて練習しないで、そういう意味ではちょっとかわいそうだったかな、うん、ただ最終的にはアンソニーと留学生が 5R でした、うん、それがでも八方楽見てきたわけよ。そしたら 5R して最後の土壇場で福岡大地はプレスが得意な、うん、あもうタヌキの魂じゃないで先生な騙して、いやそれにやっぱ引っかかった、うん、ガード陣が1年生と2年生な、平って沖縄から来たこと、はい、これシューターこれなかなかな、頭もいいし1年生1年生ずっと出て、それで沢田って岡山から来たガードと、でも考えればおかしいな、その沖縄から来たとかよ、学校は新潟だよ、うん、岡山のガードさ、ね、もうけど第一のガードはな、はい、勇気そっくりな、はい、川村勇気な、はい、そっくりです、へ顔も生意気でよこれは福岡の選手、はあ、そうもう1年の時から見ても俺も素晴らしいと思う、ほんの素晴らしい、ボールハンドルがすごいしな今回もなかなかだったな、もうプロだな、お、はい、プロ、ね、どこに行くんですかね、大学に行くのかプロに行くのか、野球と一緒とかサッカーと一緒で、はい、もうやっぱりね高校でいいなと思ったら、うん、ね、もうプロ、はい、お前とこもな、はい、いいなと思ったらそうのハビネスにすぐ入れるような状態でな、忖度っていうのもあるからな一人ぐらいがなここ育てたやつがさ入るといい選手また入ってくる、はい、そこへな絶対それ話つけよう、はい、ねえ、そうですね、本当プロの場で活躍してもらいたい選手がいっぱいいますもんね。でもこのインターハイは面白かった、うん、だからウインターカップはもっと面白い、最高に盛り上がる、これはね近代周りに見るな状態でな、だって仙台明星が、うん、
早く負けたんだから、うん、なあ、うん、久男はよあれ負けたら逃げて面白いもんだな、昭和のバスケットは勝てないかなって言って俺どうすんだよな久男だからやっぱりな、いやダメダメ、うん、なあもうちょっと久男にはもうちょっとな、やっぱ東北で仙台明治やっぱり頑張ってくれ、うん、東北で圧勝なんだよ、うん、それやっぱ全国行ってやっぱり早々と負けたからな、藤井田明治、はい、なあ、まあ、そういったね、はい、ちょっと決勝戦以外の試合についての振り返りは、番組終了後のバスケットで言いたい放題、中村和夫の言いたい放題で配信したいと思いますので、皆さんこちらもこちらもね、あの楽しみにしていてください。あの準決勝のこととかも聞きたいので、いろいろね、はい、ということで、この時間はバスケットで言いたい放題のコーナーでした。